西大学社会学部に合格しました阿部の高校高山浩太です。ずっとやり続けていたことが実って今ほっとしています。6月7月頃から本格的に始めました。サッカーをしていました。サッカーでは毎日放課後に練習があって疲れていたりもしたけど、サッカーしてる時とか勉強してる時のメリハリをつけて頑張ってました。同じ高校とか他の学校の子でも志望校をかぶっている子とかと一緒にやってました。朝からラジシュースに来ても眠たくて寝てしまったりしていたので、そういうところに困りました。眠くなっても外の空気を吸いに行ったりとかして、ちょっとでも寝ないで勉強するように工夫してました。僕は前期に落ちて後期まで頑張ってよかったんで、最後まで粘り強く頑張り続けるっていうことが大事だと思います。学校の日は毎日 4,5 時間勉強して、休みの日は朝8時半から11時まで空いてるので、朝8時半から行って11時までずっと塾で勉強します。毎日一つ一つのことにずっと継続してやり続けることが大事だってことを学びました。工学館は毎日夜10時まで空いてるので、勉強に取る時間が増えて自然に増えてところが一番良かったです。受験では辛い時とかあると思うけど、最後まで粘り強く頑張ってください。